マジックはファイヤーを使います。最近ジラの家、最近うちの地下室から不気味な物音がするんだ。それに何か妙な気配も感じるし、君は剣士だろう。ちょっと地下室を見てきてくれないか。はい。で、ここでイベントリーの邪悪な鈴を使えば、モンスターがうやうや出てきます。で、ファイヤーでここでやっつけます。このここでいっぱい魔物が出てくるんで、もう連射ですね。ひたすら連射です。これでもだいぶ、経験値稼ぎとゴールド稼ぎができます。しばらくここで経験値稼ぎとゴールド稼ぎができるでしょう。ちょっと連射してますが、連射パッドがあったらすごく楽なんですが、ちょっとあのコロナの影響で連射パッドがね、周辺機器がちょっと手に入らなかったので、ちょっともう連射するしかないですね。まあそれは仕方ないです。はい。ということで、ちょっとしばらく連射していきます。マジックもね、あんまり、ファイヤーを使っていますが、それほど減らないんでね。やばい。たまにこういうことになるんでね、こういう時ちょっと気をつけて。さあ、立て直して、もう一回行きましょう。ね、ダメージを受けたら、一回家の外、外に出れば回復するので、立て直してから、もう一回入って、このようにやるのがいいでしょう。無理をせずにね、やっていくのがいいと思います。うわぁ、敵多いです。非常に敵多いです。ああやってちょっと横に来るのが、やばいですが、まあこれでもいけるのかな。じゃちょっと無理をせずに外に出てね、こうやって体力を回復して、で MP は洞窟の中のなんですか、女神でしたっけ、女神かなみたいな、ね、回復してもらいましょう。以上、もふもふジャパンでした。ありがとうございました。イースの、魔物がうゆう出てくる地下室で経験値稼ぎをしていきたいと思うんですけど、先ほどちょっとファイヤーで、ちょっと倒すやり方をしたんですが、どうやら、ここである程度ファイヤーで、経験値を稼い、ゴールド稼いで、武器を最強にしますね。武器防具。そして、で中で、先ほどはここでファイヤーで倒してたんですけど、どうやら、このやり方よりも、こっちで、
これでも倒していった方が早いですね。これでもここでうよい敵が出てくるんで、もう敵も全然ダメージも食らいませんし、ここでもう経験値稼ぎした方がいいですね。このように敵もうようよできてきますし、全然ダメージも食らわないんで、ここでも経験値稼ぎした方が良いですね。まあちょっと序盤はレベルというか、まあ低いとちょっとここでは無理ですけど、まずは最初のファイヤーで倒して、で後でレベルが上がってくるとこのようにやっていくのがいいかもしれませんね。ということで、ちょっとこのやり方でしばらくレベルを上げていきたいと思います。まあイースをやり込んでる方ならもう多分こういうやり方を、もっといいやり方もあるのかもしれないですけど、僕はちょっとイース今回が初めてなので、こういう効率のいいレベルの上げ方をちょっと見つけたので、ちょっと紹介したいと思って動画を撮っています。まあちょっとね、敵もちょっとレベルが上がりすぎて敵の経験値も少ないんですけど、それでもやっぱりこの方法は効率がいいと思います。めちゃくちゃ敵出てきてくれるんでね、多分こんなに敵出てくれるとこ、うわっ、ちょっと油断してるとちょっとやられそうになりますね。危ないですね。ちょっと、まあ、やられそうになったら一旦外に出て、日向ぼっこして、って感じですね。で、まあ、あとはまあ、セーブ。HP が回復したら一旦セーブして、で、もう一回、セーブして、もう一回入ると、まあもうやっぱりここは最強ですね。あ、やっぱりちょっとしたきっかけでちょっとダメージを食らってしまいますね。何か。まあ一旦回復して。もう一回ですね。あ、そうか。回復は、日向ぼっこよりも、上でやった方がいいですね。上っていうのは、こっちで、まあ、こっちの方が、MP も回復するんで、私はファックスと君はどのことがあるとサロモンの神殿にたどり着き魔の元凶を封じてもらわねばならない。魔によってイースが制御されたならこの世界を間違いなく破滅する。クレリアという魔法の力が宿った金属がある。魔の元凶はクレリアから作られた剣以外で倒すことはできない。君の剣の力と我々の思いが一つになった時、この世に平和が訪れるだろう。で、ここで回復してもらった方が、MP も全部回復するんで、こっちの方がいいですね。回復するなら。で、一旦これで、セーブして、やった方がいいですね。
ということで、もふもふジャパンでした。ありがとうございました。